だけが過ぎ去った坂の途中は暖かな日だまりがいくつもストライク。さあ始まりました、はい、藤原ジョゴキーンでございます。はい、さあ今日は何をするかと言いますと、はい、そうだアニメ見ようですね。そうだな、今回見るアニメは、はい、グラナドアウターストーリー、うん、第18話ですですね。前回このチャンネルでね、はい、16話見ました。出産で、はい、渚が命を落とすという、うん、で17話を、はい、で家で見まして、はい、で今回18話をここで見ようじゃないかと。はい、トモヤはね、自分が渚に出会ってしまったから、そうじゃないんですけどね、命を落としたとね、はい、思い込んでるんですよ。そうなんです。そっからね、はい、もう淡々と、ただ淡々と生きる、もうなんかね、人生を生きる価値が見出せないと言いますか、見出せない。で、生まれてね、はい、後ろはね、明夫と早苗さんが育てるというね。そうね、ここはちょっと俺、分からへんのよね。俺やったら、はい、もう牛をもうこれでもかっていう愛情いっぱいする。いや、もうすごいで、俺は育ってると思うのよ、俺はね。うん、うん、そうやね。でもな、なんか全てを断ち切りたいというか、なんかこう遮断したいっていう気持ちも、まあ分からんことはないんですよ。牛尾と一緒にいてると、もうその渚のことが浮かんでくるっていうのは分かりますけど、ね、戻るようになっちゃうから、どっかやっていう、ね、考え方もね、って思うんですけど、でちょっとね、はい、後ろとの距離をね、はい、お前が置いてしまうという、ね、ことなんですね。で、はい、ね、これ二人で、うん、旅行行くってなってるんですよ。さあ、どうなるか、これがどうなる、この二人の旅行がどうなるかというね。あとちょっと、はい、あれですよね、エンディングでね、うん、エンディングテーマが始まるやんか、はい、スキップしてる女の子いるやんか、うん、ね、あれが知ってる、うんうん、後ろやったのっていうのはちょっとね、はい、なんかなんかね、なんやろね、あのスキップしてるのが後ろやったっていうね、怖かったんですけれども、はい、さあ、じゃあ見ましょうか、見ましょうか、見ましょう。この18話ね、はい、もうコメント欄にもみんなもう18話もう絶対見てくれという、うん、ええ、まあね、すっごいもう泣けるというね、もうな、逆にちょっとハードル、自分ならハードルが上がりするってるとこあんねんけどね、あまりにもいい、泣けると言われてるので、はいはいはい、さあ、抑えながら、はい、じゃあ18話見ましょう、見ましょう。さあ、それでは、はい、グラナドアフターストーリー第18話、18話見ましょう。わかりました、行きましょう、はい、行きますよ、はい、せーの、よいしょ。この二人も歩き出したか。二人だけの旅行ね。
今何してるんだ。ご飯読む。持ってきてるのか。おっさんとは野球。野球、うん、見て。うん、駒田。駒田って。面白くない。もっとおっさん楽しいせえよ、もう。駒田、ママ、トモヤ、初めての旅行でしょ。ママ、もう、うわ、もう、もう、はい、すみません。そんな怒鳴らなくても。苛立ってるな。どうしよう。え、お前な、トイレ行くなら一言言っていけよ。どうした？ん？ん？どうした？泣いてたのか。嘘つくなよ。泣いちゃダメって。あ、誰？サナエさん。ん？マジか。意外に厳しいな、この人。でも、泣いていいところがあるって。どこだよ。泣きたい時には泣いていいんじゃないのか。うん、今のうちに泣いといた方がいいぞ。泣きたくても泣けないことなんて大きくなったらたくさんあるんだから。深いこと言うな。おい、おもちゃいるか。なんか選べよ、買ってやるから。うん、あるある。おい、これなんかどうだ。うん、え、いいの。ロボット。あ、ロボット。まあ、いや、女の子向けのおもちゃの方が良かったんだ。うん、え、なんで？これ好き。お前もちょっと変わった趣味してるよな。まあ、いや、それで遊んでろ。うん。え？楽しい夏休みになってるんだろうか。そんなわけないか。俺なんかと二人きりで。もっと楽しいぜよ、もう。ついてるか。うん、うん、じゃあそんな風に人の顔見るな。何なんだ。うん、どうしたの。何か言いたいことあるのか。あれか、俺のことはまだ怖いのか。よし、行ってみろ。もう怒鳴ったりしないから。うん、うん、ママのこと教えて。聞けよ。聞いても教えてくれない。知りたいよな。サナエさんに聞いてくれ。俺からは話してくれなかったからって。いや、知りたいよ。全く知らねえもんな。
ちまうなよ。ほら、ちゃんと帽子かぶって。今日はいっぱい歩かなきゃならないんだから。いいか。うん。うわあ、綺麗なとこやな。ああ。距離縮まってきたね。どうだ？すごい。初めての肩車。うん。まんま遠く行くなよ。一応来てよかったってことか。うん。後ろ楽しそう。よかった。どうした？なくなっちゃった。何が？あ、ちょっと。あらら、なくしちゃった。ないな。お前が遊んでたのってこの辺までだろ？うん。そんなにあちこち走り回ったわけでもない。変だな。後ろ、諦めよう。帰りに同じの買えばいいよ。な。あれがいい。うん、違うのね。仕方ないだろう。頑固だな、お前。探してあげてよ、一緒に。幸せは長くは続きませんでした。
子さんが事故で亡くなって、うん、あの子にとってそれは立ち直れないこと悲しい出来事でした。でもね、まだ絶望するわけにはいかなかったのですよ。まだ幼いあなたが残されていたからです、うん、この子だけは自分の手で育て上げるから、あなたはその日この場所から直行と手をつないで歩いていったのです、うん、覚えていますか。そこから始まった日々があの子の人生の中で一番頑張った時期でした。何度も何度も仕事をクビになって転々として、うん、それでもあなたを手放さずにいました。なけなしのお金でおもちゃを買い、お菓子を食べさせて、自分の運や成功する機会も全て犠牲にして、うん、時には厳しかったり乱暴だったりしたかもしれません。でも全てはあなたを無事に育て上げるためだったのです。ただ直行にとってそれはとても大変な生活だったようです。そっか。仕事の辛さを紛らわすためにお酒に頼るようになり、酔って暴れることもあったと聞きました。それでもあなたと生きることをあの子は選んだのです。そしてあなたが自分で人生を決められる年の頃になった時には、うん、直行は全てを失っていました。仕事も信頼も運も友も何もかも、うん、今のあなたも直行と似た境遇だそうですね。辛いことです。同じような人生を送ってたよな。だからこそ私はこの話をお聞かせしたかった。直行はどんな父親だったか知ってほしくて。お菓子をよく買ってもらいました。手をつないで散歩に行ってなんで忘れてたんだろう。友也さん、直行はダメな父親だったと思いますか。いいね、うん、俺の方がよっぽどダメな人間です。俺、あの日の親父と同じ場所に立ってるんです。うん、なので今の俺は弱くて情けないです。あの子もそうなんです。弱くて情けなくて不器用で、うん、一緒やな。それでも子供のあなたにはできる限りのことをしました。私はあの子を誇りに思いたいのです、うん、人間としてはダメなところもあったけれど、父親としては立派だ、うん、俺もそう思います。ありがとうございます、うん、気づいたね。いや、ほっとしました。友也さん、あの子は頑張りすぎました。そろそろ休んでもいい頃です。直行に伝えてください。もう帰ってくるようにと、うん、私はこの土地であの子を待ってますから。武将、見つかったか。あれはあなたの？はい、後ろです。ずっと探してたのか。うん。そっか。うん。後ろ、あのロボットが見つからないかもしれない。仕方ないんだ、うん、だから
また新しいのかな。あれ、一つだけだから。売店にたくさん売ってたの。うん、選んでくれて買ってくれたものだから。そうな。初めてパパが。そうやな、それしかないよな。寂しかったか。うん、俺なんかと旅行できた。楽しかったか。うん。そうか。牛尾、俺そばにいていいかな。ずっと長いことダメなパパだったけどさ、これからは牛尾のために頑張るから。だから、そばにいてもいいから。いいよ。うん。だ。本当か。行ってほしい。そっか。でも、今日は大切なものなくしたから悲しい。パパ、あのね、しなくていい。サナエさんが言ってた。泣いていいのはおトイレかパパの胸の中だって。それはここにあった。
苦しい苦しい。消防ピン。ああよかった。後ろが強い子で、ね、よかった。もう。牛をずっと牛をずっとトイレで一人で抱いてたよな。もうパパいないからパパのとこで泣いていって、初めてなパパのな群れで泣けた泣けたよな。牛を我慢してたね。我慢したな。よう我慢してよう我慢した。よかった。よかった。やっと前向きになりましたねみんながね。よかった。よかった。友やほんまやっと気づいたな。やっと気づいてくれましたね。やっと気づいてくれたわ。ほんとに。あーよかった。あとさなえ、さなえさんは優しいな。もうほんとにさなえさんのおかげですよ。ね、全部ほんとに。あーすごいわこれもう、ね、赤これはほんとに想像を超えてきた。最後ね、後半すごかったな。もうあーかなかこれまだ話あるんですか。まだあるよ。だからもう22話ですか。2話であるのか。はい、でもクララのシーズン1、はい、アフターストーリーの中で一番、はい、ね、感動する泣けると言われる18話でした。これいやーよかったです。あの友也がね、渚のことを思い出してね、あんだけ泣けるっていうのもね、泣けたっていうのも俺、はい、すごくいいことだと思いますよ。はい、はい、というわけで、はい、ほんとあかん。はい、というわけでね、クラダカス18話、はい、いいよでした。はい、号泣です。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。もれなく何ももらえません。そらそうやろ。